やはり今回こういろいろバケットを持ってきていただいてるんですけれども、やっぱりねプロ目線でちょっと審査評価をちょっと厳しめに行こうと思ってます。まあ家庭製パンだから甘くっていうのではなくて、本当にプロが見てどう感じるか、どこができてるかできてないかっていうのを深掘りしてレッスンしていきたいと思います。最初から注意してたのは温度と、温度っていうのはこね上げ温度、こね上げ温度ですね。切り温度が28度にならないから30度で設定したっていうふうな話をしてたんだけど、24度でこね上げた生地をその28度にしたいからホイラの温度を28度って言ってるんじゃなくて、あくまでも一次発酵の温度帯っていうのは普通のあるがままの状態で、そんなこう若めの生地を発酵とって焼くからこう乾いたように焼けちゃうんだよね。だまず全然生地作りができてないというか、生地を表面を張らせるってことが全然できてないから、まあそうすればちゃんとクープも自然と入れられると思うし、分割のタイミングでガス抜かなさすぎてんだよねこれ。そんなことわかるんですか？うん、だからちょっとこう詰まったっていうか締まったような感じになって、こうなんかちょっと丸いでしょ。だからそこでちょっとこうキュンってしちゃってるなっていう、ただそれは分割の時にあんまり丸めてないんだなっていうイメージのパンなんですよ。ある程度生地がしっかりしてるからこうやって蒸気も乗ってくるし、生地があんまできてないから蒸気をいくらかけても絶対乾いたように焼けちゃうし、まあ、今回でまあもう5回目6回目となってきて、だいぶ皆さんこう他の方のねポイントを聞いて上手くなってきてはいるんですけれども、まだまだね理論は分かってても実際成形ができてないとか、ちょっと違う風に捉えてるとかってまだまだあるので、レッスンのビデオとか見てる方もねご自身で当てはまることって絶対あると思うんですよ。それを参考に完璧なバケットっていうのを目指して、これも頑張るっていうよりも本当楽しんでパン作りしていただければと思います。